ケーデュークフリードトペトペグレンダイザー大地と海と青空と友と誓ったこの平和守りも固く立ち上がれ地球はこんなに小さいけれど正義と愛とで輝く星だ守れ守れ守れ人間の星みんなの地球皆さん、こんしましま、ニャンティスの新猫好きです。UFO ロボグレンダイザー、たとえ我が命尽きるとも、実況プレイやっていきたいと思います。はい、というわけでね、前回は、ね、こう、まあ、コウジたちとね、一緒に、まあ、出撃したわけなんですけれども、円盤銃、ゴルゴルだったっけな、あのね、水上でのね、円盤銃と、戦っていたわけなんでね、うん、ということで次は反撃ヒカルと話すヒカルさんかヒカルさんを探せん？ああ今回はここにいるのかなんだ本でも読んでんのかなヒカルさんうちのお父さん疲れてないかしら疲れているそうかもねだけどどんな状況でもせかせかしている人だしねうん、ダンペイさんなんかあったんかなそうなんだけど、いつもと違うの円盤が原因なのか、それともお母さんのことを思い出して感情的になっているのかちょっと心配だわああ、どうしたんだったっけなあのダンペイさんのね、奥さん亡くなったかどうかしてたんだったっけなヒカルさんは十分貢献してるからそれ以上心配事を増やさなくていい僕がおじさんと話してくるよ聞く耳を持ってくれればいいけどまあなんかねあの話す人と一緒におったらいいけどねでこれでダンベイさんと話すわけかダンベイさん大丈夫あのどうしたん話聞こうかおじさんちょっと話しませんかくどき文句はレディーに投げんか気色悪いぞで、なんぞわしに聞きたいことでもあるのかくどき文句、別にそういうことじゃないんだけどないや、調子はどうかなって聞きたかっただけですまあ正直言えば少し心配しておるヒカルの外出を許すと約束したんだがあの円盤が飛んでるとなかなかああまあ気が気じゃねえわなうんねえダンベイさんからしたらねこう円盤乗ってる、まあ、宇宙人とねまあ友達になれたらいいのにみたいな感じになってるのに僕がヒカルさんをエスコートすれば安心しますかダメじゃサボろったってそうはいかん仕事が遅すぎる一緒に行かせるならバンタのやつだあいつはお前がいなくて大変だったんじゃぞそれにバンタは力仕事に向いとらん女の子と一緒にバスに乗るのはどんな間抜けでもできるからのえそうなの力仕事向いてないのバンタなんか力強そうだけどな早くバンタのところへ行って良い知らせを伝えてこいだがバンタのやつヒカルに妙な真似をしたらわしのガトリングが火を吹くからなガトリングが火を吹くねえなんかこうあれですかゲッターロボの敷島博士みたいな感じかなねえあのちょっとやばい博士まあいい人なんだけどねうんバンタはここにいるんかなんか真面目に働いてそうだけどなこいつもそんなにダメなんバンタ君おじさんから伝言だ
ちょ待てよ、俺何もしてねえぞ。牛も盗んでねえし、ヒカルちゃんにキスもしてないぞ。頼む、勘弁してくれ。それを言っているっていうことはちょっとやっているっていう、まあ確かに牛盗むとかどうとかっていう、なんかそういうね、クエストじゃないけどあるよね。グレンダイザーが出撃しているときに。落ち着いてくれ、ヒカルさんが出かけるときについて行ってほしいって話だよ。本当か。ところで大輔、星草作るの遅えぞ。工事のやつはイベントとか行って円盤いじりしかしてねえしな。まあ俺みたいに信頼できる男にしか頼めないわけか。わかった、ヒカルさんの面倒は俺が見てやる。怖い色がイケメンになっているけれども、ちょっとね、ビジュアルがね。待った、イベントってなんだ。コウジ君がそんな話をしてたのか。円盤のイベントなんだ、なんだ、ね、T4 フェスみたいな、円盤フェスみたいな。羨ましいのか。お前らは喧嘩するほど仲がいいようだから、コウジがどこに行ったのか教えてやるよ。なやかんや、助けてくれるんだな。あら、バンタ。工事は今朝研究所に向かったよ。きっと T4 を調整しようってんだろうが、うん、あ、でも俺がバラしたことは内緒にしてくれ。気が立ってそうだしな、あいつ。まあ、とりあえず研究所に向かえばいいのか。へえ、工事がなんかイベントか。おー、着いた着いた。で、大井さんと話す。あー、でもその前にちょっとやりたいことがあるからな。ちょっと待ってねーと。はい、というわけでちょっと改造してきましたよということで。おはようございます、大井さん。浩二君は来ましたか。最近僕に何か隠しているような気がしてて。なんかあれですね、あんまりこう、浩二もね、大輔何なんだよあいつみたいな感じなんだろうな。まだ、ああ、航空ショーのこと驚かせようと思って黙ってたんです。航空ショー、へえ。航空ショー、この非常事態に。そうです、地球上の国々が協力して大規模なショーを開催することで市民を安心させようとしたんです。でも中止になって。まあ確かにちょっとこの時にね、ショーやっても航空ショーね、よりによってやけな、こうね、なかなか酷やろ。なぜ浩司君は準備ができていなかったのか。逆です、一生懸命練習していました。ですが最後のテスト飛行中にベガ星群の円盤が戦闘を避けるようになっている傾向が観察されたんです。ベガ星の円盤が戦闘を避ける、そうなの。浩司君によると円盤は東京へ非常に近づいているようですがね。本人から聞いてみてください、詳しく説明してくれるでしょう。おお、なんか東京がやばそうだな。で、浩司と話す。浩司君どこだ。浩司君、ん、ここは？あれからどうなったんだ。部屋に行ったんだけど何もなかった。
こかな。あ、いたいた、コージ。どうしたんだ、大輔さん。ひどい顔だぜ。そんなこと言いやがってみたいな。僕たちは協力するべきだろう。航空省の件は秘密にしても構わないが、どうして偵察情報を内緒にしていたんだ。そりゃ内緒って言っとくかな。ああ、大輔さんに休んでもらいたかったんだよ。一人で背負う必要はないからな。そうカリカリすんなって。ねえ、猫ちゃんでもね、カリカリ食べたいやんって。今んとこまだショーは開催予定だ。それと東京のあちこちに連中は潜んでいるから、何があっても対応できるようにしないとな。コージはどっちかっていうと、そのショーを成功するために食い止める役目なのかな、こう SP 的な。俺たちは体が2つあるってわけじゃない。所長に判断してもらった方がいいかもな。大輔さん、相談してみたらどうだ。いろんな人と話すな。で、所長と話すと。ね、お父さんって。父さん、なぜ秘密にするんだ。浩二君はすぐ事情を知ることになるはずだ。今更だな。大輔以上にベガ星人のことを知っている者はおらん。ベガ星との戦いでは、お前とグレンダイザーが常に先頭だ。戦闘でもね、いつも先頭立っているからね。だが勝つためにはどう任せるかをしっかり考えねばならん。私も大輔も浩二君を信頼している。だから一緒に行動しなければならないのだ。そして地球に住む人々を安心させなくてはならん。ペルレポリス国際空港は最先端の空港だ。浩二君はこの航空ショーで世界が団結するというメッセージを送ることができる。すごいな、ペルレポリス国際空港。なんか警察かなんかの空港なのかな。だが円盤が東京近郊に来たら大変なことになるだろうな。これほど人口が密集した場所で戦ったことはない。ね、大技なんか使ったらね、大被害やぞって。何を優先したらいいと思う。やはり大輔の経験を参考にしたい。分かってると思うが、信頼とは相互関係があってこそ価値が生まれるのだ。そうね、工事にショーに出てもらう、すぐに東京へ行く。でもなんかそうだな、ショーを成功させるためには、東京に行ってちょっとね、ちょっとでもね、被害を最小限に食い止めたい方がいいよな。ね、ショーを成功させるには。東京は主要都市で人口密度も高い。奴らはそれをよく知っています。破壊して勝利がつかめるなら必ず実行するでしょうね。所長、大輔さん。林君、どうした。東京が、町と郊外が攻撃を受けています。おえ、すでに数十台のバスが行方不明になっています。救難信号は溢れ返っている状況です。なんかバスに限定、なんか電車とか新幹線とかそういったこともないのか。なんてことだ。今日ヒカルさんとパンタ君は町へ出かける予定だった。一刻の猶予もない。グレンダイザーに乗ってくれ。東京に到着する頃には被害が広がっているかもしれん。早速行く予定なんだけどね。でもってなんかこの時のウモ博士、すごくなんか目が輝いているような気がする。よし、浩二君を早くこちらへ誘導してください。さあね、いつもの通り出撃だぜ。ゆっくり。
さあ東京へ向かうぜグレンダイザー、グレンダイザー、グレンダイザー、ゴー。ね、研究所の周りは綺麗だけどね。と、お、今日はいきなりシュートイン、ダイザーゴー。さあ東京は大丈夫かな。おお、ま、でもそんなに壊滅的ってほどではないかな。パッと見は仲間だけじゃなく救うべき人たちが何万人もいる。さあ行こう。ねえ、たくさん物資があるけどコンテナが、地球の荷物、ベガ星連合軍によって盗まれた地球の大事な宝物、ベガ星に持っていかれる前に回収しなければならない。おお、そんなものまで。くそ、ベガ星連合軍めそこまでやっているとは。 T4 が連中の通信を傍受した。聞いてくれないか。殲滅部隊を展開せよ。夜明けまでに全て破壊し尽くすのだ。あの悪党を急いで見つけなければ。どこが近いかな。お、あれが奴らの殲滅部隊だな。何を企んでるんだ。こいつらか。気をつけろ。爆発する。おりゃとどめだ。連中にはプライドってもんがないのか。民間人に攻撃しやがって。ヤツらの円盤銃と同様、両親なんて期待するな。何としても止めなければな。ねえ、両親が泣くぞって。ダブルハーケン。あ、こうやってダブルハーケンつった。あのショルダーブーメランのね、あのコマンドを長押しするとダブルハーケンになるんだ。へえ、なるほど。あれはフリード星を破壊した大砲だ。あれで地球人に犠牲を出したくない。この野郎、ドリルを使うなんて卑怯なぞ。いけ、ハンドビーム。そりゃ。で、次は36ストーム。よし、オッケー。俺がベガ星人なら街中に大砲をばらまくだろうな。もっと奴らを調べる必要がありそうだぜ。その通りだ、コウジ君。気をつけろよ。ショルダーブーメラン。また奴らが来たぜ。結構いるな。あいつ何か隠してやがるな。とどめだ、とりゃ。まだ部隊がどこかに隠れているかもしれない。続けて探そう。病院には子供たちがいる。助けに行ってくれ。マンタとヒカルさんを見かけた気がする。行こう、大輔さん。この広場だったら戦いやすいね。まだ来るか。早速出てきて悪いけどね、消えてもらうぜ。このテントウムシ型の円盤銃も初だが、
なんか大したことねえな。大丈夫かな。あなたはグレンダイザーですね。略と。はい、聞きたいことがあります。友達2人が行方不明なんです。若い男女で2人とも帽子をかぶっています。見ませんでしたか。それだけじゃちょっとね、情報足りないと思うけど。残念ながら記憶にはこちらも大変なので。でしょうね。何かお手伝いできますか。うちのメディコプターが生存者を救助しに行くのですが、よければ護衛してもらえませんか。お友達が見つかるかもしれませんし。おお、まあとりあえずウィンウィンになるかもね。それはありかもしれない。ヘリに離陸するよう指示を。これが僕の無線周波数です。何かあったら通信をしてくださいね。お茶飲みながら無線でねって。了解、ありがとうございます。どうかお気をつけて。うん、じゃあまあメディコプターを支援すればいいんだな。港に向かっています。了解、メディコプター護衛する。これか。メディコプターを追っていけばいいんだな。ベガの連中がヘリを狙ってる。おお、ね、同じね、航空を守るんだ。とりゃあのまま向かえばいいんやね。鳩場への加工を開始します。スタンバイ。おお、まだ嫌がるかこの野郎ね。空飛ぶ円盤銃のくせにね、なんていうか、あんまり苦戦しないな。あれ、あ、最後のとどめができなかった。スクリュークラッシャーパンチ。どんなもんじゃい。お、まだいるか。まずはデカブツからだぜ。トリア。グレンダイザー、キメラの通信を受信しました。再生します。わかったか。直ちに第二段階を開始せよ。第二段階。第二段階、やばいことになりそうだ。なんかあんのかな。再度離陸。競技場で兵士が我々を待っています。こっち、こっちか。いけ、ハンドビーム。ショルダーブーメラン。よし。お、なんかゲージが光ってるな。あれは最後の切り札に使おうか。星人もこの建物に興味があるらしい。なぜなんでしょうね。ああ、競技場に着陸中。仮設病院です。手を貸して。了解。こうなったら36ストーム。L2 とあれを同時に押す。お、これで、おお、おお、かっけえ。やっぱかっけえな。かっけえじゃん、スペースサンダー。やばい。うえ、これ以上出てこないでくれます。うん、危ない危ない。お礼がしたいのですが、どうしたらいいですか。不要です。皆さんを安全な場所に連れて行ってあげてください。それだけで十分です。ね、
後で電話番号教えてなんて。やはりこれが最後の殲滅部隊か。殲滅部隊はね、全員ま倒すぜ。よし。アンタ君とヒカルさんがこの建物に避難していても、ここならばもう安全だ。だといいな。だけど探し続けよう。この通りで閉じ込められてるかもだ。明らかに怪しいな。最後の大砲みたいだな。おお。壊しちまおうぜ。ここの大砲もか。行け、スペースサンダーで一気に。おお、スペースサンダーでもう後藤を倒したぜ。さすがだね、スペースサンダー。あんなね、こうこの武器で倒してくださいねみたいなマークですらも無視できるとは。さすがです。うん、やっぱ最強だね。あ、最近痛い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 。アポロチョコ。36ストーム。よし。よくやった。少し休んでくれ。父さん、まだです。バンタ君とヒカルさんを見つけるまでは。ベガ星人は地球とその文明を全て破壊するつもりだ。させるか。熱いね、デューク。そういう熱い男は好きだぜ。所長の言う通りだった。ベガ星人は電波塔を狙ってる。電波塔がないと助けを求める人々の SOS が届かない。バキャブの悪いやつらめ。この野郎、こいつ歩くことができるのか。ふう、倒せた。発信されてる情報を調べてみよう、大輔さん。よし、調べようか。危機一髪でした、グレンダイザー。ありがとうございました。何かお手伝いできることは。なんか見たことある航空管制官だな。3話目あたりに出てきてましたか。生存者を2人探していて、アラのバンタとマキバヒカルって言います。2人に関する通信を傍受したことはありますか。電話だったりとか。残念ながら聞いたことがないです。ああ、全然いないのか。メガ星人から奇妙な通信を傍受しました。再生しますね。え、まさか人質に取られているとか。占領が難しいならグレンダイザーを狙うぞ。とにかく多くのアンテナを探せ。洗脳プログラミングの試験と行こう。洗脳プログラミング、ウィヘー。今のはメガ星人は我々を操ろうとしているんでしょうか。え、再生したのにその声、その顔。安心してください。そうはさせません。ご協力ありがとうございました。ありがとう、グレンダイザー。気をつけてください。メガ星人が何を企んでいるのか分かりませんから。まあ、せやな。グレンダイザー、応答願います。またメガ星人が搭
東京タワーを占拠しました。またかよ。危険にさらされています。ベガ星人が電波塔を悪用して洗脳システムを送信すれば東京は終わりだ。くそ、東京、このこれぞ、これ以上させてたまるか。東京、任せてくれ大輔さん。え、じゃあ、あの浩二君も戦ってくれる？みんなが僕たちを頼りにしている。期待に応えなければ。これだけじゃねえんだろ。今さらお前みたいな雑魚に構っていられねえんだぜ。気をつけろ、奴らが戻ってくる。盾を構える前にこいつを倒す。おっと、ハンドビーム。ふう、とどめ。ふう、気をつけろ大輔さん。うん、奴らは凶悪なマシンで追いかけてくるぞ。うえー、マジか。ハンドビーム。まだ飛んでるやつから、あの先に倒して、おりゃとどめだ。トイ。なんたる強さ、勇気。こんな近くで見られるなんて、もう死んでもいい。あいつ漫画家かさん。だい、あのデューク、そういう意味じゃないよ。ここは危険です。離れてください。話ができる。話せるのか。人工知能に違いない。メモだメモ。誇りを持って答える。回答を避ける。あー、なんか漫画家って書いてあるけど、なんか誰かに似ているような気がするな。誇りを持って答えるか。もちろん話せますよ、僕は機械じゃないからね。そうだぞ、あのね、動画のコメント欄にね、あのいつもいつも繰り返しのコメントするような機械じゃないぞ。あんたはロボットじゃないのか。へえ、それはなぜ。生身の人間がロボットを操縦しているなら別の呼び方が必要だろう。マシン、乗り物、なんて呼ぶべきか。グレンダイザーはどうです。そうだよ、あてかそもそもマジンガー Z がその前にいるじゃない。いまいちだな。もっと一発で覚えられるようなやつが。スーパーロボットとかさ。おお、そこからあの数々のね、スーパーロボットアニメが生まれてきたわけなのね。早くここから離れてもらいたいんですがね。死んだらスーパーロボットも描けませんよ。本当だよね、あなたは生きてね、これまで、これからね、いろんなね、スーパーロボット漫画を描いていく人なんですから。わかってる。あと一つスケッチしたら、ピリピリムードだ。ねえ、ピリピリヌードだったらいいのね。ピチピチヌードと言うべきか。ん？お、お、お、ダムダム。おお。いきなりか。待て。え、どうすんの。え、スペイザーで、スペイザークロス、おう、え、え、え、あ、おい、お、お、え、これ、え、スペイザーで、あの、
たちを吸い込むかもしれない。あれな、戦う感じな。火炎盤銃だ。進め、追いかけようぜ。耐えてくれ。今攻撃すれば人質全員の命が危険だ。これなんか違うパターンだな。東京はこんな破壊から立ち直れるんだろうか。大丈夫、地球は立ち直るさ。クレーン車も見えるし、復興は始まってるよ。コンクリートブロックを粉砕して鉄道を、この地や道路もすぐ片付くだろう。新操作。なんか今回の敵はあれな、こうスペイザーに乗ってこう追いかける感じなの。危険な近道だぜこれは。大輔さん、皆を救いたいな。1秒1秒が勝負だ。指1本触れさせるものか。こういうモードもあるわけね。さあ早くね。お、あそこにいる。早く倒さなければ、あいつを。円盤銃が止まった。どうぞ。お、どうすれば。おお。救出する方法はただ一つ。でもヒカルさんとか所長、あの円盤のいないよ。なくなる一方です。今すぐ何とかしないと。ダメだ。こいつは倒す。僕たちには一刻の猶予がない。おお、ちょっとやるしかないんです。メルトシャワー、お、うん、お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 、こ、こう、こういけばいけば、いいわけか。任せてくださいよ、所長。お兄さん、こちら、手のなる方へ。こういけばいいわけか。ちょっと難しいな。ほう、こういう戦いもあるわけと。侵入成功。おっと。おお、危ねえ。おお、あの画面の中に入ってはいけないと。スピン操作。おお、おお、せっかくねスペースサンダーが溜まったからな。あのスペイザーの状態でもできたらいいんだけどね。よし、メルトシャワー。酸素が薄いし、このままじゃ腹に押しつぶされちまう。急げ。よし、こうやればいいわけね。おお、よし、真ん中にいる時が狙い目だね。おおおおおおお、よかった。助けを払ってもらおう。おお。その頃、月の裏側では、今回は、第2ラウンドはない感じ？青い星。夢は今、私の目前。ガンダル、お前は総司令官であって、詩人ではないだろ？寝言を漏らす前にとっととこの男に命令を出すがいい。レディーガンダル、あの中のね人がツッコミを入れるっていうね。ガンダル氏、我々は指示を待っています。そのまた我が軍は敗北しました。まだわからんのかブラッキー。また負けたのはお前だぞ。そう報告されるだろう。我々の資源は日に日に減っていく。急いで再進行をかけねばならん。その前にお進行を買ってこいって。まああれだけのね、ミニフォーやらね、円盤銃やらね使ってたら、そりゃ資源も減るわな。司令官、言葉ではありますが、フリード制では。うせろブラッキー。我々は考えなければならん。今すぐにな。ふんふんふん、今回も勝てた。空飛ぶタコ。
なんか思えばさっきさ倒せてなかったねキッチンのやつ倒せてなかったな。ちょっとあれがやり残したことやな。統一の嘆きを聞いてくれ。君を守る。誓う。君を守るため、そのために生まれてきたんだ。いや、まあそういうわけじゃないんだけど。あら、宇宙合金グレンとか。さっきのダムダムを倒した時に手に入れたやつだろうな。はい、というわけで、じゃあ、今日はこの辺にしておこうかな。今回はあれだね、いつもと違って、ね、スペイザーで敵、ラスボス倒すって感じの、もう、まあ、なんか新鮮でしたね。はい、というわけでね、次回、なんか選択肢があって、多分もう一個の、なんか工事の、ね、航空ショーの分に関しての話なんだろうな。というわけで、次回の UFO ロボグレンダイザーもね、ぜひぜひ見てください。明日も地球のために戦う。チャンネル登録、高評価、コメント待っております。それでは、バイニャラー。酒怒りのダブルハーゲン戦えグレンダイザーもう許せない。果てない暗さの宇宙空間、今こそグレンダイザー光を灯せ。地球の緑の若葉のために、ただ一輪の花のために、ゆくフリードは命を懸ける。グレンダイザーゴー。宇宙の王者グレンダイザー。